元気そばです。久留米市手術の平です。本日はですね、結構大事な話です。はい。佐賀大学の経済学部に古文の0点でですね、合格しましたよという話を前に動画で上げたと思います。はい。ということでですね、これ一体何なのか。まあ、ちょっとですね、三者面談じゃなかった、まあ、生徒と今面談していたんですけどですね、今というか前にですね、面談してたんですけども、今日から学校の方で共通テスト、まあ、高校3年生ですね、共通テストの出願をしなさいという形で学校で今日から始まっていると、どうしたらいいですかということでですね。まあ、その頃の場合には私立大学が本命なので国公立を受ける予定はないんですよ。国公立を受ける予定はないんだけれども、まあ、あるじゃないですか。まあ、3教科だと限らずに4教科で出しなさいという私立大学とか、5教科で出しなさいとかいう私立大学がありますよね。うちからその前に紹介しましたが、まあ、その西南学院大学の心理学科に、まあ、3教科型で明善高校の生徒が受けたら心理学科落ちましたと。だけれども、その明善高校の生徒は、まあ、国立型の5教科型だったので、5教科で西南の心理学科に出してみたら、そっちの方は受かりましたと。西南、センター試験を利用してですね、出してみたら受かりましたっていうのが話をしたと思います。まあ、そのようにですね、まあ、3教科型が4教科型が5教科型が、さあどうだってな感じでですね、まあ、いろいろ志望校の私立大学があるもんだから、まあ、その何教科にしたらいいですかっていうようなことでですね、まあ、相談に来てたわけですよね。はい。ということで、結論ですけれども、全教科出しとった方がいいですよっていうことです。はい。でも、全教科出せって言ったって、僕は勉強してないですよって言うかもしれません。いいですよ、勉強しなくて。いいですか？上に書いているように、これですね、見てもらったらわかりますが、佐賀大学の経済学部に合格した生徒がですね、はい、これ9年前の試験です。ね、まあ、9年前のもう過去最悪だったセンター試験ですね。はい、あまりにも難しくて、古文なんか、まあ、この年にうちから東京大学の文2に受かった私立高校の生徒いましたけれども、古文は32点しか取れませんでした。だからですね、これは佐賀大学に受かるような生徒でももう0点になっちゃうわけですよ。はい。ね、見てもらったら分かると思いますけども、はい、古文は0点です。古文0点で佐賀大学の経済学部に受かっております。よろしいですか？はい、ということでですね、これを見てもらったら分かるように、もう0点でも構わないから、出すだけ全部出しとくんですよ。そうすればですね、3教科型でも出せるし、4教科型でも出せるし、5教科型でも出せるじゃないですか。何教科型でも出せるわけですよ。ということで、いろんな出し方ができますので、ね、いや、そんなこと言われても、英語と国語と社会しか勉強してないから、理科は勉強してないんで、理科0点になっちゃいますよって言っても、いいじゃない。それは0点で出せばいいんですよ。それはね。とりあえず、出願するだけ出願しておけば、その中で何教科で出すかは、また試験の当日でもやればいいので、とりあえず、出せるだけ全部ですね、全教科で出しときましょうっていうことです。いいですか？だからですね、なんでこんなこと言ってるのかっていうと、前から言ってるように、まあ、こういうセンター試験共通テストというのは、9年周期だよっていうようなことをですね、私が一応感覚的なもんです、これは。いいですか？絶対そうなるというわけじゃないですよ。はい。信じる者は救われる。ということで、はい。ということですね。9年周期なので、9年前のこの過去最悪だった試験が、また来年の1月に行われると思うんですね。そうすると0点だったとかいうのがよく出てくると思うんですよ。だから、あなたがもし0点だったとしても、他の努力をしている人たちね、勉強したという人たちもそうやって0点になる可能性があるから、あんまり、まあ0点とは限らんですけど、あんまり差がつかないんですよ。だから、その可能性もあるので、一応ですね、合格するためのその法則みたいなのはですね、そういうふうな、なんていうかな、勝負事ですから、勝負事っていうのは必ず勝負のあやっていうものですね。はい。あやをつけておくっていうことが大事です。なので、もう全くやりませんでした、やりませんでしたっていうかね、3教科しか出しませんでした、ああ、4教科で出しとけばよかったとかね、ああ、5教科で出しとけばよかったとかいうふうに、後になっても困りますからですね、それは。はい。ああ、0点で通るようなこともあるんだっていうのをね、それ知っといてほしいわけですよ。いいですか？ただし、この子はちょっと、副題は受かりましたけど、まあ、西南はさすがに受かりませんでした。古文が0点じゃねえ。さすがに西南受からんですよ。そんな、佐賀大学とか、工科大学みたいな優しい、というかね、一般的な大学じゃないですから。ね。ということで、まあ、漢文が0点だったらわかるけどね。はい。漢文が0点とかだったら、まあ、私立大学の文系、ね、漢文、
いりませんから、漢文0点で出すものはいいと思うんですけど、古文が0点っていうのはちょっとさすがにね、困りますよ。古文もね、詰め込み暗記やっとけば20点ぐらいは取れるんですよ。ちょっと見てもらいたいんですけどね。何なのか。はい。この子ですね、めちゃめちゃ数学取れてるでしょ。で、数学 1A が73取れてるんですよ。で、数学 2B が57も取れてるんですよ。この子はね、私が数学を教えちゃったんですよ。数学をね、私から習っていて、ねえ、ずーっとね、聞いてくれ、130点も取れてるんですよ。すごいよね、これ。ね、九州大学の文系とかに受かる子でも、ね、90何点しか取れなかったりするのに、ね、130点も取れてるわけですよ。もう冗談じゃないですよ。こんなに数学勉強してたらね、もう他の教科ボロボロになりますよ。じゃあもうちょっと待てよ、数学はもうそこそこでいいから、ね、古文とかそういうの勉強しなさいと、英語とか勉強しなさいと。英語とかね、200点満点で109点しか取れてないんですよね。これもいかんね。これじゃ正答通用しないんですよ。正答とか受かりたいんだったら英語を上げなくちゃいけないし、古文が0点でさすがにね、正答受からんですよ。いいですか？だからそこら辺のね、絶対外せないところはやった方がいいと思うんですよ。だから漢文とかだったらね、まあその私立大学いりませんし、だそういったところをね、手抜きすればいいんですけどね。数学とか手抜きしてほしいんですけれども、で、英語とか古文とか頑張ってほしいんですけど、まあどうしてもね、この子の場合ね、もう数学大好き人間で、いや、数学やりたいんですとか言ってね、ずっと私に数学質問に来るわけですよ。さあ成績上がりますよ、私から数学習えば。ね、それは上がりますよ。上がるけれども、数学上がったからっちゅうて、合格するかっちゅうと、この子はね、1個上の先輩が、久留米高校の生徒ですよね。同じ久留米高校の野球部だった1個上の先輩が、西南学院大学に通ってたんですよ。では本人にとっては本命は西南学院だったんですよ。だから西南に行きたいっていうのがあって、あくまで佐賀大学とか工科大学が滑り止めに過ぎなかったんですよね。だから滑り止めしか受かってないから、だからもう本当に西南に行きたいんだったら、ちゃんとね、文系科目を頑張るっていうのね、数学やっててもしょうがないからさ、まあ、もちろん経済学部だけどね、西南の経済学部、福大の経済学部、で、佐賀大の経済学と受けたわけですけどね。うん、でもう少しちょっと追加で説明しておきますと、で、この佐賀大学の経済学部っていうのは理科がいらないんですよ。で、さらに言うと社会が2つじゃなくて社会が1つでいいんですよ。ということは900点満点じゃなくて、理科100点、社会100点なくて700点満点なんですね。はい。だからよくあるね、900点満点だったら、まあ、古文が0点でも受かるじゃんっていうのがあるかもしれない。けれども、この子の場合には、その佐賀大の経済学部ですから、700点満点なんですよ。700点満点で古文が0点で受かってるわけですよね。はい。そういうようなことがあるわけですよ。だから9年周期で、ね、考えると、おそらく9年後の来年の1月、ね、今の高校3年生、浪人生が受ける来年1月の共通テストはおそらく難しいよと。ね、まあ、数学が難しいのはもう分かりきっていることですけれども、古文というかですね、国語も難しいよということは覚悟しておいてください。もう過去最悪の試験になると思いますからね、過去最悪の共通テストに来年の1月はなると思います。なので、そういうような誰もが0点になっちゃうようなテストであるならば、もう全部出しとった方がいいわけですよ。そしたらね、まあ、0点を極端にしても、あんまり勉強した人と勉強してない人の差がつかないと思うんですね。まあ、共通テストが今狙っているのは、そういうふうな努力が報われないっていうようなテストを作ろうとしているということですね。はい。ということは、まあ、そういうふうにね、もう振り切って0点にしちゃうと。他の教科をガーンと勉強しとくというようなことをやって、なんとかね、差がつくようにするということですね。だから、中途半端な努力は報われないということです。努力は報われると言いますけどね、中途半端な努力は報われないんですよ。いいですか？だからね、努力が報われるとかなんとかっていうふうにね、もう大人は軽く言うかもしれないんですけど、そんなもんじゃないです。現実はね、中途半端な努力は報われません。とことんやった努力は報われる。正しい努力は報われる。だから私が今こうやって動画で流しているのは、正しい努力をやってくださいねと。ね、で、努力をやるんだったら、中途半端な努力をやるんじゃなくて、とことん努力をしてくださいねというふうなお話をしているわけです。よろしいでしょうか。はい、ということでですね、こういうふうに、0点でも受かるんですかっていうふうに皆さん思うかもしれませんけど、0点で国立大学受かります。ね、それから福岡大学も受かってます、この子は。0点でね。はい、ということで、まあ、西南はさすがに受かりませんでしたけどね、西南は受からんよ。はい、あれはもう難関大学の中に入りますからね。はい。ということで、最後まで聞いていただいてありがとうございました。気に入っていればチャンネル登録お願いします。
下の方に私のブログ、お便りシート、電話番号などありますので、よろしくお願いします。はい、ということで、以上です。